れどうした、肩震わせて泣いて。鳥さんどうしたんですか。ちょっとクラナドぶりに泣いたわ。クラナドは何でやったっけ、文学忘れましたけど。クラナドぶりに泣くってそんな悲しいことあったの。悲しいよ。何ですか。寝取られとる。寝取られとる。言わないね、ファッション YouTuber が一番言わないね。寝取られとる。チャンネルが寝取られとる。チャンネルが、チャンネルが寝取られ俺の預かり知らんところで寝取られとる。ビデオ送られてきたもん。ビデオ送られてきた。ビデオ送られてきた。NTR ビデオレター送られてきた。送られてきたよ。来てるね、それは。なんそれ。どういうこと。まあちょっと、うん、イニシャルの話にはなるんやけど。イニシャルトーク。うん、はいはい。M 三河さんっていう。M 三河は一人やな。芸人さんがいはって。M 三河はもう一人よ。ちょっともう、うん、あれこれ一回ぐらいしか撮られへん。撮り直し期間時間帯やから。はい。ちょっと T を沈んでまうから。ティーを沈んでまうからちょっともう撮り直し期間からちょっと気をつけてイニシャルで喋るんやけど、はいはい、M 三河さん練習せよ。あの YouTube やってるじゃないですか。聞くなよ、捨てとんねんからやってるじゃないですかって。 M 三河さんやってる方がいるんですよ。芸人さんが、うん、あれ芸人まで出てきた。 YouTube やってるんですよ。絞れていくね、どんどんで、まあ、芸人なんやけど、うん、ちょっとアメカジ、はい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 、まあ最近の芸人の流行りではありますね。そうですね。その東野さんのチャンネルであったりとか、うん、はいはいはい、でまあ M 三河さんがちょっとね、はい、まあ我々とちょっとニアなところなんかな。なんかジャパンブーツとかね、そうやられてるんで、そうそうそう、ブーツデニムっていうところで、かつそのウエスコオーダーとかじゃなくて、今浅草で買えるようなはいはいはい、はい、とかをやっていってて、そうですね、ちょっと近いなと思って。まあまあちょっと守備範囲は1年ぐらい前からね、うん、そうですね、ちょっと近いなと思ってて。確かに。でまあその、うん、ね、もともと某アメカジブランドのスタッフやったらしくて、ああなんか働いてたと。そうなんです、うんうん、っていうのもあって、はい、まあ、そのコネクションとかを使って、そうですね、先輩芸人を、うん、とコラボしたりとかも、はい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 、しながらそのブランドともコラボしてみたいな。やってましたね。ちょっと我々より圧倒的に強いタイプでね、まあ、やっぱりもう知名度がね段違いですから、もう、うん、上位互換というのもちょっとね、そうですね、気がはばかられますけど、うん、上位互換みたいな動画をバンバン出し、5つぐらい上のねできてまして、うん、そうですね。でまあ、もちろん芸人さんなんで面白いと。面白いです。もう我々なんていうか芸人の真似事の真似事ぐらいのほんまにそう感じのレベルで、はい、こう浅いね上積みの笑いをかっさらってるだけのチャンネルなんで、素人ですから。あれなんですけど、はい、ネタが寝取られとる。ネタが寝取られた。ネタも寝取られた。さっきやられたってこと。それはいや、ちゃうちゃうちゃう、俺らがやった上でやられてるから寝取られとんの、うんうん、お、何をですか。そのさっきやられはあれやろ、精神的ネトラレやろ、ずっと俺が好きだったのにのやつやろただの純愛っていう、そっち側からしたらただの純愛っていう、そっちじゃないよ。あ、違う。それならこんな動画にせえへん。逆恨み的ネトラレじゃなくてね、はいはい、ちょっとこの、あ、足元撮ってもらっていいですか。あ、はいはい、このカメラで、はい、あ、はい、これはアリーちゃんや。ブラザーブリッジのアリーなんですけど。いいですね、ブラザーブリッジのブラザーブリッジ愛用 YouTuber の座も寝取られとる。なんか別注作ってはりましたね。別注というかオーダーというか。え、 M 三河さんの正体分かった。いや、一人しかおらんねん該当者このように。 M 三河って。 M 三河さんどうせひらがなやろ。 M 三河さん鋭いね。鋭い指摘なんですけど。 M 川やね、感じやったら。 M 三河は M 三河さんがね、うん、ちょっとまあ俺結構これこういう系が流行りだした時に、うん、割とこうね、靴のラジオさんが出した次ぐらいに、うん、ちょっと熱かったんちゃうかなって。まあ感度は良かったですね、だいぶじゃないかなって思ってて、もう出た瞬間これやみたいな感じでね。で、まあコメントとか DM とかでも、うん、トエさんのちょっとそうっすね、ブラザーブリッジ見て僕も買いましたとか、うん、いや僕はアリじゃなくて、うん、あの何やっけ、ヘンリー買いました。はい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 、いっぱい来ててコメントいただきましたよ。で、まあ、そっか、個人のインスタとかの DM でもくれるぐらいにはちょっと、はいはい、ね、ある程度頑張れたんじゃないのかと思ってたんですけど。そうですね、そんな気はしてましたよ。M 三河さん舞台で吐いた、アメトークで吐いたの一発で特製別注までたどり着いとる。いやちょっとあれまあね、うん、いいなとは思いましたけどね。きっといいなって
それも寝取られてるじゃなくて子供できてるやん。どういうこと。じゃいいじゃん幸せな。大丈夫かこんな、こんな喋り方してこれ載せれんのか YouTube。大丈夫、そこせんといてください。幸せな家庭をね、気づいてね。まあまあ、まあまあ、その段階では、うん、まあ、お互い、うん、まあ、ちょっとなんていうか、好きなものが一緒やったと。まあ同士ですからね。別にね、うん、ブラザーブリッジが俺の女とは言わないですから。はい、むしろアイドルとしてはこう同担というか、そうですね、同じコミュニティというかね、同担、一緒に、うん、一緒にブラザーブリッジさん押していきましょうよぐらいの気持ちよ、もちろん。同担は拒否してないですからね。してない、してない、してない、うん、し、まあ、まあ俺の方がさっき押してたけどなとは思ったけど。はいはい、思ったけど、分かる分かる、そういう、そういうのがありまして、うん、それだけやって俺もよかったよ。あ、そこまでやったらまだよかったと。そうそうそう、まあちょっと違和感というか、はいはい、しこりみたいなのもあったけどね。おやけど、なんか最近、うん、もう俺らのもんやっていうレベルのもの、うん、寝取られてる。俺らのもんやっていうやつ何。いや、そのこん、まあブラザーブリッジは正味こじつけです。あ、こじつけ、あ、また前座これが。こじつけはまあ言うてみたら、うん、俺らのチャンネルのブラザーブリッジの動画見て、うん、ええー、なと思ってやってたら、まあ、まあまあまあそうね、まあ、NTR やけど。はいはい、まあ、俺のとはまた別のところで、うん、まあ、個人としていいなと思って履かれてるんで、はい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 、これはただの俺の当たり屋みたいな行為なんですけど。はい、ちょっと2年ぐらい記憶遡ってもらっていいですか。お、2年遡るね。レッドウィングジャパン元代表エスキーミチヤさん。エスキーミチヤ、下が出とんねん。下も伏せろ、それは。エスキーミチヤさんがね、めちゃくちゃありがたいことに、はい、動画出ていただいたことがある。いや、ほんまありがたいですよ。マジでありがたい。師匠と呼ばせて。この動画見てもらったら分かるんですけど、カスです。今決定した。カスの名に恥じぬ動画を今出してるんですけど、そんな方の動画にも出てくれるぐらいちょっと心の広いね。うん、いや、そうですよ。鈴木道也さん、うん、あ、言うてもだなんですけど、はい、ね、で、はい、それでレッドウィングのアイイニシャルね、アイリッシュセッターをカスタムするんやったらちょっとどんな感じにするんですかみたいなのをちょっと無茶振りで聞いてみた。なるほどね、ありましたね。どうせやったらこれカスタムしようかみたいな感じで、めちゃくちゃ粋な計らい で、すごい流れとしてね、その場でそのままカスタムに行ってくれるっていう、うん、そうですよ、ところですごいロケでしたからね。で、アイリッシュセッターを、うん、まあ靴屋さん、靴修理屋さんの、はいはいはい、まあ、ここはね、我々がご愛顧させていただいてるんで、はい、名前出すんですけど、野屋さん、野屋さんね、上新庄のね、はい、野屋さんという素晴らしい靴修理屋さんがすごいですよ、うん、でそこでちょっと道屋カスタム、これね、名付け親福太郎さんですから、うん、あ、そういえばそうでしたね。道屋カスタムという名前の鈴木道屋さんが、うん、レッドウィングのアイリッシュセッター875、はい、カスタムするなら、まあ、ブーツの巨匠というか、ね、うん、日本ブーツ界の、まあ、権威ではあるじゃないですか。はい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 、まあ、どんなカスタムすんねんっていうのを動画にさせていただいたので、うん、これはまあリンク貼っとくんで見ていただいたらいいんですけど、はい、でそっから野屋さんはそのカスタムの受注がもう飛ぶように入ってきてて、うん、いやもうインスタでね、一時期毎日のようにね、そう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 、一夜カスタムってっていうので入って、はい、でこ、まあ、アイアンレンジャーとかを、うん、ここ数日前、そうですね、とかもカスタムされてて、かっこいいですね、まあ、割とベストヒットじゃないですか。いや、ほんまロングセラーですね。この俺が振ったお題で道屋さんが答えて、うん、それに福太郎さんが名付けてね、三連撃、三連撃、いやもう三連生ですよこれ、ガンダムで。こんなこと言ってるけど、うん、98% 鈴木道也さんの功績であることはもう間違いないんですけど、ね、まあ、2% ぐらいは俺らきっかけなったんじゃんっていう、1と1でそのかわいいかわいい道也カスタム、はい、寝取られたのどういうこと、みんなが履いてるからってこと、違います、違う、どういうことですか。 M 三川さんのこの前の動画で、はい、うん、そのまあ、全体で通すとそこそこ長い動画なんやけど、そのうちの半分ぐらいを道屋カスタムを紹介するっていうぐらいの感じの動画、そうですね、そこでもエスキ道屋さんはめちゃくちゃ心広いから、はい、まあ、名前こそまあ人様のチャンネルで宣伝する感じになるから出されへんけど、大阪で活動する YouTuber の方がきっかけ作ってくれてみたいに、はいはい、いや嬉しいじゃないですか。ちょっとね、
そこでちょっと出してくれても、うん、御の字だったんですけど、はい、いや寝取りすぎやって。どういうこと？ちょっとそれ寝取りすぎや。道屋カスタムが M 三川さんのものなになったみたいなことですか？なんかこうね、今俺らの存在が抹消された状態で誕生したみたいになってる。確かに 1% ずつあったのが0になりましたね。そうそうそう、 2% のところに M 三川さんシューンって入ってきてもうたやみたいな。確かにそれはそうですね。ちょっとなあ、ここまでされたらさはい、ここまでされたらリベンジャーなるよね。まで、ビデオレター送られてもうたら、ちょっと、もう最近流行りのあれですよ、もう、うん、マイホームヒーローってわかりますか？あ、知ってます。マイホームヒーローなりますよ。怖っ。あれはちょっとリベンジャーすぎたか。姉妹に何人も言ってますからね、あの人。哲夫さん。あいつが一番やばい。いや、結構やばいやつですから。まあ、それは、ちょっとそこらは言い過ぎたけど。ちょっと、逆に、はい、逆 NTR。逆 NTR。ちょっとやるしかないかな。やるしかない。何をするんですか。あの M 三川さんの古巣の、はい、ちょっとイニシャルで出すんですけど、はい、J ラードさん。なぜ伏せようと思うの。もうなんでそう思ったの。むしろJ ラードさん、 J ラードさんデニムを履き込むわ、うん、おーで、はい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 、俺の方が再生取るわ。あー、なるほど、ジェイラードのアンバサダーになろうと。そういうこと、そういうこと。俺がこの YouTube のデニム系動画ではいはいはい、ジェイラードさんの再生数の派遣取るわ。おお、なるほど、おもろいっすね。逆ビデオレターしますただただちょっと勘違いしないせんといてほしいんやけど、はい、これは俺の支援的なリベンジであって、はい、コラボとかは、はい、あのこれレペゼン地球とかやったら、うん、コラボに持ってこうとする。そうですね、炎上商法的なね。しません。なんなん萌え損。いやまあしたいっていう気持ちはないなくはないけど、はい、こんなね、そんな火事こう話題までボコボコに行かれてもうて共演までしてしまったらこう俺らが、ね、完全にこう屈する形になると、おもろとか動画の上の立ち振る舞いみたいな、うん、部分までかっさらわれてまうというか、確かに鱗どころか身まで剥がされてまうというか。なるほどね、剥がされすぎてしまうのですが。剥がされすぎ、ちょっと今コラボは怖いですね。ああ、なるほどね。一回寝取り終わった後に対等になって心に余裕できたらで、その上で M 三川さんが、うん、あの我々の動画見てくださって、うん、ちょっとこいつらおもろいやんと思ってくれて、あ、どうしたんですか待ちじゃないけど、声かけられ待ちでとか行かせていただきましょうと、なんかこう間にどなたかが噛んだ形で。あー、なるほどね、はいはい、もし何かご一緒する縁があったら、まあ、鈴木さんとかね、ぜひね、うん、お願いいたしますという感じなんですけど、はいはい、まあ、いやでも誰も不幸にならないいいあれじゃないですか。もちろんね、ジェイラードの。おい、ちょっとね、まあそんな感じで、うん、はい、ちょっと見とけよと。吐き込んだるでと。吐き込んだる。いやでもこれバチバチに育て上げたらめっちゃかっこいいんちゃいますか。それはもう、いやそうよな、うん、やし意外とこうスタッフとかは結構育ててはるけど、うん、はいはいはい、こう YouTuber とかで、うん、バキバキに育ててきてる人おらへん、うん、あんまり見ない。動きます。トゥエ動きます。いいえ動きます。いいえ、なんでなんで己までしてんねんという感じで、はい、まあやけど、まあ、もちろん今履いてるデニムもあるんで、はい、こちらね、はい、B の 101B、 うん、ちょっとこの夏こいつをまず育て切ろうと思います。いい色やね、結構はい、まあ、2年以上履いてるからね。雰囲気出てきてるね、だいぶ。そうなんです、これのエイジング具合もまたサブチャンか明日の動画で発表するんで。いいですね、ちょっといい服を、まあちょっとね応援しようがないですけど、こんないつだってね NTR された側を応援するやつなんて一人もいないですから。確かに確かに、っていうところで待て犬ですから。あれなんですけど、ちょっとね、まあ今は味方しなくても応援しなくてもいいんで、はい、ちょっと見とってください、はい、で、まあちょっとこの夏中にこれを育て終わって、はい、秋からJラードさん、J ラードさん待っといてください。 お迎えに上がります。楽しみですね。今回5年でありがとうございました。した今日声低くない。いつ言うてんの。